2023年2月21日、海上保安庁のヘリコプター搭載型の新型巡視船が建造中の三菱重工業者の下関造船所で浸水を迎え、巡視船弓張と命名されて、その巨大な船体で日本の海への第一歩を踏み出したことが報じられたよ。巡視船弓張は、大型でヘリコプターを2機搭載して運用することが可能なタイプの巡航型巡視船であり、1番艦巡航、2番艦朝凪に続く、3番艦として建造が進められてきたものだな。尖閣の平和を守るために、存分に頑張ってほしいよね。さて今回は巡航型巡視船の3番艦の弓張が三菱重工業者の下関造船所で浸水したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上保安庁における巡航型巡視船は PHL パトロールベッセルラージウィズヘリコプターに分類され、同庁の所属の船舶の中でもヘリコプター2機を搭載できる点でも最大規模の船舶に相当する大型艦なんだ。巡航型巡視船は今回の3番艦弓張を含めて、3隻すべてを三菱重工業者の下関造船所が建造を担っており、1番艦の巡航はすでに2020年2月に鹿児島の第10管区保安本部に配属が行われているよ。2番艦の朝凪は昨年2022年6月に浸水を迎えており、3番艦の弓張と同様にこの2023年度中には収益する予定と目されており、巡航型巡視船の建造費は1隻あたりおよそ170億円強と公表されているね。海上保安庁の大型区巡視船といえば総トン数で7300トンを超える黎明型がよく知られていると思うけど、同型は軍艦と同様の頑丈な構造を備えることもあり、1隻あたりの建造費はおよそ260億円強と高額だったんだ。そのため巡航型では建造費用の低減もポイントとなっており、商用用の船舶と同様の構造を採用することでコストダウンを目指し、戦術したような金額を実現、黎明型に比べ2分の2ほどで収めることに成功しているぜ。そうした経緯を持つ巡航型巡視船は、総トン数で6742トン、全長で約 140.0 メートル、最大幅で 16.5 メートルの船体を持ち、ディーゼル機関4機を組み合わせた CODAD 方式を採用。最大で3万6000馬力、25ノット以上の速力を確保しているよ。巡航型巡視船は排水量が大きいことにも比例して、海上保安庁の巡視船の中では兵装も充実しており、兵装にはスウェーデンはボフォース社製の70口径の 40mm 単装機関砲1機を装備しているんだ。これに加えて巡航型巡視船は副兵装としては、アメリカはゼネラルエレクトリック社製の 20mm の M61 バルカン砲2機も備えており、海上保安庁の巡視船の中では最も重武装が施された船の一隻だと言っていいんじゃないかな。また巡航型巡視船の最大の特徴でもあるヘリコプターの搭載能力は、エアバスヘリコプターズ社製の EC-225 シペルピューマーク2プラスを2機収納カレナ格納庫を備え、配備自体も常時2機を搭載する運用とされているよ。こうしたヘリコプター2機にプラスして巡航型巡視船では4隻の小型艇も搭載しており、これらを使用した複数の任務への対応が可能であり、合わせて他の小型の巡視艇等へ補給を行える支援機能も果たす船舶でもあるんだ。巡航型巡視船がこうしたいわば母船機能とでも言うべき能力を付与されている理由は、年々高まっている中国側からの圧力に対抗するための処置であり、具体的には尖閣諸島の周辺海域における警備力の強化だね。今回浸水を果たした巡航型巡視船の3番艦弓張も、すでに尖閣諸島周辺を警備する専従班に配備することが決定されており、その領域への侵入を常態化させている中国海警局の船舶に対抗することが期待されている状況だよ。尖閣諸島の周辺海域は海上保安庁の組織においては第11管区海上保安本部が管轄しており、そこでは沖縄方面の東シナ海や太平洋フィリピン海の警備を手掛けるもので、本部は沖縄本島の那覇に置かれているな。海上保安庁の中でこの第11管区海上保安本部は最も多い人員と船舶等の装備を有する本部であるが、
その管轄領域内に尖閣諸島を持つため、その領有を中国及び台湾が主張していることから特に警備体制を強化しているぜ。中国や台湾が尖閣諸島を自国の領土だと主張するようになったのは1971年以降のことだけど、ことに2012年に日本政府がその国有化を行って以後、中国側は自国の海警局の船舶のその方面への進出を強める動きに出ているね。それは尖閣諸島が日本の領土ではないという中国側の主張を周辺国や、世界的に発信する意図を持った行動だと考えられるけど、ゆえ石原慎太郎氏が尖閣諸島の東京都への編入を打ち出して以後、中国の強硬路線は強まった感があるよ。結果として政治的には尖閣諸島は東京都への編入ではなく、日本政府が国有化して現在に至っているわけだが、中国側の侵入を警戒して下した決断が、なお一層中国側の同諸島に対する意識づけを明確にさせてしまったことは事実だろうな。そしてそうした中国側の動きに合わせて日本側も尖閣諸島の警備体制を強化せざるを得ず、2013年以降は尖閣諸島の周辺の領海に対し専従での警備体制を敷くことを余儀なくされ、12隻の巡視船による部隊が組織されたぜ。こうして組織された尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制は、3年後の2016年2月には一旦の完了を見たんだけど、中国海警局は海上保安庁の船舶をはるかに上回るペースで増加を続けており、侵入の頻度も増加の一途をたどっているね。海上保安庁側としては尖閣諸島の警備を強化するにあたっては、石垣島からも同諸島までの距離があることから、一定以上の規模を持つ船舶でなければ同海域に長期間留まっての任務を行うことは困難なため、大型の巡視船を増加させているみたい。その一環として今回の巡航型巡視船の3番艦の弓張りの進水も位置づけられており、船体自体が大型で高い汎用性を備える巡視船を、尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制の部隊に追加する最大の目的となっているよ。すでに2012年度の時点では第11管区海上保安本部に配備されていた大型の巡視船は7隻だったものが、3倍増となる21隻体制にまで拡充されつつあるけど、中国海警局の船舶の増加数には全く追いついていないのが実情なんだよね。昨今の中国海警局は組織の改変に伴い軍事警察の傘下の組織となっており、配備されている船舶もそれに準じてももともとは中国海軍が運用していた水上戦闘艦の移管も行われ、中には 76mm もの主砲を搭載したものまで存在しているんだ。それらの中国海警局の船舶は4隻で1つのチームを組む運用が確認されており、尖閣諸島の周辺海域に日本の船舶が現れると集団でその行動を妨害する動きを加速させ、事実上日本の漁船の自由な操業を困難にしているってわけ。そうした現状にあろうことか日本の海上保安庁の対応が弱腰であるとの批判の声も一部からは上がってきているが、この尖閣諸島の問題は国家主権をかけた純然たる政治課題であり、現場の海上保安庁の判断に着せられることでないことは明白だろうな。中国はこうした尖閣諸島に止まらず、台湾や南シナ海においてもその領有を主張して周辺国との圧力が絶えないんだけど、経済力を背景に海軍や中国海警局の増強を続け、その実力をもって自らの主張を押し通そうとしているみたい。にもかかわらずなぜか日本の大手のマスメディアの中には、未だ露骨な反米親中の思想やイデオロギーを声高に叫ぶ人物たちの主張を繰り返し掲載するものがあり、未だその傾向は止むことはないと実感させられるよね。個人的で主観的な意見を述べることを許してもらえるのなら、仮にイデオロギーの問題は置いておくとしても、中国の肩を持つことが一体何の得を日本にもたらすことのになるのかと、その真意を問わずにはいられないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2020年11月末日にアメリカ海軍は、同年7月に発生した火災事故によって、
今後の動向が注視されていた強襲揚陸艦ボノムリシャールを正式に退役処分とすることを決定したよ。やはり退役に決定したんだね。アメリカの損失は凄まじいものだと思うよ。事故で大事な揚陸艦を失うなんて、低体ダメージだよね。さて今回は、ボノムリシャールが火災事故により廃棄退役処分が確定したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。強襲揚陸艦ボノムリシャールの火災事故は、同艦の定期メンテナンスと短距離離陸垂直着陸が可能な、新型機 F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の運用に向けた改修工事中に起こったんだって。アメリカ海軍当局は事故後に容疑者として強襲揚陸艦ボノムリシャールの乗組員を拘束。未だ取り調べ中と見られているが現状この人物によって故意に引き起こされた人為的なものと思われるよ。この強襲揚陸艦ボノムリシャールの件に続き、ワスプ級強襲揚陸艦のキアサージ、ジェラルド・フォード級航空母艦のジョン・F・ケネディでも火災事故が起きており関連性も疑われているみたい。ただこれらの中でも強襲揚陸艦ボノムリシャールが被った被害は甚大であり、沈下まで4日間以上にわたって延焼した船体は全体の6割以上に及ぶダメージを受けた状態だったというらしい。アメリカ海軍としては強襲揚陸艦ボノムリシャールの火災事故発生から4ヶ月の間に、今後の同艦の処遇について検討を進めた結果、今回の廃棄退役処分との結論に至ったものだとなっているよ。ここまで以後の対応としては1強襲揚陸艦として原状回復をする、2他の用途の艦艇として回収をする、3廃棄退役処分とすることの3点が検討されたが、結論としては3に行き着いたんだって。その3の廃棄退役に行き着いた理由は何だったの？その理由としてまず1の強襲揚陸艦として原状回復をする場合には、回収に必要なコストはおよそ2600億円から3300億円とされ、さらに少なくとも5年以上の期間を要すると見積もられたんだよ。これが採用されなかったのは、ボノムリシャールに値する強襲揚陸艦を新たに建造する場合でも、そのコストはおよそ1600億円前後であり、回収に必要なコストの約半分以下なためだったとなっているよ。2の他の用途の艦艇として回収をするという案が却下されたのも同様の理由であり、強襲揚陸艦ほど複雑ではない艦艇に回収する場合でもおよそ1100億円前後は必要になり新造の方が安価と判断されたんだよ。ここでの他の用途の艦艇とは具体的には病院船、潜水母艦、補給艦等々が想定されたと思われるが、いずれにせよボノムリシャールの回収より安価で新造することが可能だとみなされたらしいな。結果最終的に3の廃棄退役処分とすることが選択された形だけど、無論この場合も解体コストが発生するものの、こちらは約32億円程度と回収を施すことを考えれば2桁以上安上がりと言えるみたいだよ。なるほどね。2桁以上安上がりになるなら3の廃棄退役処分とした方がコスト的にも良さそうだもんね。また今回の判断にはボノムリシャールに実施中であった F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の運用に向けた回収費用約270億円の費用投入も考慮された末の苦渋の選択だったことが伺えるな。これは投資の分野などでもポイントの一つとなるいわゆるサンクコストの問題であり、ボノムリシャール自体の約1600億円、回収費用約270億円の合計約1870億円を諦めることを意味しているんだよ。こうしたサンクコストという観点から見た場合、結局は先の合計約1870億円に解体費用の約32億円を足した、約1900億円の価値をアメリカ海軍は逸失してしまったということになるだろうな。現在までのところではボノムリシャールの廃棄退役処分決定を受けての、直接の代替艦の調達は要求されていない状態だがけど、それが確定事項はどうかは今後の続報を待つほかないよね。ボノムリシャールの廃棄退役処分が決定したことの影響は、ここで挙げたコスト面以外にも最新鋭機の F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の、搭載予定艦艇が減少するという戦力的な意味合いも大きいだろうとなっているよ。西側諸国の第5世代戦闘機の需要の大半を独占しつつある状態の F-35 ライトニング2戦闘機ではあるが、
実はこれも通常滑走路を使用する A 型が中心の状態で B 型は逆に予定数を減らしているとも言えるな。最も調達規模が大きかったアメリカ海兵隊は当初の予定から130機余りを減少させており、それに次ぐ規模のイギリス空軍でも138機の調達予定が守られるのか微妙な状態に陥っているようだぜ。日本の航空自衛隊は航空母艦化改修を行う護衛艦出雲加賀の艦載用に、42機の B 型の調達を進めているけど、アメリカとイギリスの調達数が下がれば機体単価が上昇する恐れもあるみたいだよ。航空自衛隊の42機という数は護衛艦出雲加賀への艦載機として予備機を考えても必須と思われるので、機体単価上昇に伴う調達数減少に日本も見舞われないかと危惧してしまうよな。ボノムリシャールの火災事故の余波が、こうした日本の航空自衛隊の F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の調達にも悪影響を与えないかどうか今後の続報に注目したいね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国空軍の最新鋭戦闘機ホロ 20J20 は、いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機だよね。中国での愛称はマイティドラゴンと呼ばれているらしいじゃん。名前だけは一丁前だよね。2017年3月に運用が開始されていて、第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22 ラプター。2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング A2 に次いで、世界で3番目のステルス戦闘機とされているな。さて今回は中国の最新鋭戦闘機 J20 はアメリカの F-35 と同じ第5世代ステルス戦闘機であることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。世界の第5世代戦闘機とされているのは、2022年6月現在においてこの3機種、 F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されているの他には、2020年12月に運用が開始されたロシアのスホイ57だけであるみたいだよ。2022年3月にアメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官がミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中でF-35 と J-20 が遭遇したことについて語っているな。それによると、東シナ海においてアメリカ軍の F-35 形式は不明が飛行中に、中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあるとしていて、F-35 のパイロットの報告によって J-20 の性能と中国軍パイロットの連動について、想像していた以上に高いものであったとしているよ。また、その際に付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ500 空 K500 も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきと指摘したらしい。なお、ウィルスバック司令官は J20 の運用については、J35 のような対地、対艦攻撃能力も合わせ持つマルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような制空戦闘機となるのかとの判断は、時期尚早であろうとしているね。J-20 は中国航空工業集団工士の一つである成都式工業工士で開発されたことから、チェングダ成都 J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では糸帯中国語でリボンを意味するとも呼ばれているんだって。
これは、第5世代機の中国での呼び方である4代機の4代と糸体の発音が似ていることと、これらの J20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているみたいだよ。J20 の開発は1990年代に始まり、2010年の末に成都式工業工士のテスト飛行場敷地内で地上走行試験が実施されたことが確認されて、飛行式の軍人関連ウェブサイトに機体の醸造が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになったんだよ。2011年1月には初飛行に成功したが、その機体が電波吸収素材の塗装が確認されたことからステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積 RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値はアメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトフォークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015-0.005 平方メートルで F-22 も 0.0002-0.0005 平方メートルであることと比べると、ステルス性能では若干劣ると見られているな。2016年11月1日に広東省の樹海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしたみたいだよ。2018年9月には J20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされているらしい。なお、第5世代ステルス戦闘機では世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものとみられているぜ。現時点で推定されている J20 の初舷は、全長 21.2 メートル、全幅 13.01 メートル、全高 4.69 メートル、空挙重量 17,000 キログラム、最大離陸重量 36,300 キログラム、実用上昇限度2万メートル、最高速度 2,500 キロメートル、毎時最大航続距離 5,900 キロメートルとされ、総発のエンジンは初期型においてはロシア製デスホイ27フランカーに搭載されている。サプールンエール31FM に最大推力145キロニュートンを搭載していたけど、2021年9月に行われた航空ショーで国産エンジンの WS10C 最大推力147キロニュートンが搭載された J20 を飛行させ、このタイプの J20 が量産体制に入ったことをアピールしたんだよ。中国では J20 用エンジンとして WS15 最大推力180キロニュートンの開発を進めているけど、それが難航しているために、すでに開発済みであった WS10 の推力を引き上げ、魚市場のステルスノズルを備えて J20 に搭載して、2023年の完成が予想されている WS15 実用化までのつなぎとしたのであるみたいだよ。しかし、WS10C には推力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F22 より劣るとされ、中国では2022年から WS10C に推力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト CSCMP が報じているらしいな。また、J20 のセンサーにはアクティブ電子操作アレイ AESA レーダーが搭載されているが、この AESA レーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて出力電力は 24kW 達するとされているぜ。この数値は F-22 が搭載している AESA レーダー ANAPG-77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J20 に搭載されている AESA レーダーは ANAPG-77 より探知距離が長いのではないかと見られているんだって。また J20 には、F-35 に搭載されている ANA-937EODAS によく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F-35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えているが、F-35 の EOTS-86 が空対空空対地赤外線捜索追尾機能を結合しているのに対して、J20 の EOTS は空対空目標の補足照準に比重を置いていると見られているな。ちなみに、J20
J20 の1機あたりのコストは1億から1億2000万ドル約132から160億円と言われているけど、2000年代の初頭では4億5000から5億元約88から98億円とされていたもので、それは開発過程において大幅にコストが上昇したことを意味しており、推定されている研究開発費は約300億元約6000億円以上であろうと見られているよ。F-35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが1機あたり、約7300万ユーロ93億円で購入するとされていることからすると J20 はかなり高いけど、量産体制に入ったことで現在では多少は下がっていると思われるとなっているよ。また、日本が購入する F-35 の価格が1機約130億円と J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになってカモにされているのではないか?などとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっているが、これは日本での F-35 の製造に国内企業を絡めたことが要因となっているのであるらしい。防衛省は主力戦闘機採用の条件として、国内企業に機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F-35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が機体の最終組み立てや検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに日本企業が参画することを認めているみたい。この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて国産化を目指す次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためであるけど、そのことで新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているのであるとなっているよ。そして、J20 の研究開発費が約300億元約6000億円以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として防衛省が開発を進めている、航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっているぜ。しかしながら、これについては過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているのであるから、F-16 ファイティングファルコンを母体として F-2 を開発した経験しかない日本が、次世代第6世代とされる戦闘機を開発するのだから当然とする見方があるらしいな。自衛隊の装備品をすべて国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは国防上必須であり、特に高額な装備品である戦闘機の国産開発製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえ、ここは多額の投資によって国内企業の防衛産業参画を促しておくべきであろうとなっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。